ちは、米内総体操クラブの中村です。今日は東京の練馬区横田に来ています。6月から再オープンしました横田教室の紹介をしたいと思います。場所なんですが、こちらですね、練馬区立北新井公園の目の前にあります。聖書キリスト教会の4階で体操教室を開催しております。それでは行きましょう。はい、4階に着きました。じゃあ体育館の中に入っていきましょう。白で統一されて奥行きがすごくあって広い体育館になっています。で、器具もすごくカラフルで楽しい雰囲気が出ているようないい空間だと思います。はい、じゃあこちらへ来てください。これはインフォメーションですね。各今体操クラブの方では3店舗あるんですけども、各クラブの教室の先生が貼ってあります。これは、体操クラブ、米内総体操クラブの、クラブ T シャツになっています。これを見て子どもたちは体操教室やって、みんないろんな色があってすごくカラフルになっています。で、裏を見るとカート君ですね、体操クラブのロゴ、カート君側転やっています。覚えておいてください。はい、これは、7年前ですね、ちょうど、体操クラブがオープンして、エコタの方で、ここの教会、ちょうど同じ場所で、教室をやっていた時の子供たちが書いて、メッセージを書いてくれました。もうすごくみんな7年前なんで大きくなってると思います。また会いたいですね。また遊びに来てください。それでは、エコタ教室の先生を紹介します。西村ゆきです。ゆき先生って呼ばれてます。よろしくお願いします。どうも、大村幸喜です。幸喜先生って呼ばれてます。幸喜先生です。始まって1ヶ月少し経ちましたが、どうですか？すっごいみんな元気よくて、休まずに来てくれてます。はい、そうですね。みんな本当に楽しく教室を頑張ってくれて、僕たちも本当にすごい楽しく頑張れています。元気もらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。では普段子どもたちが使用している器具を使って、先生たちにやってもらいます。お願いします。はい、坂道を使って前回りですね。低いところで前回り、そして高いところでも前回り。幸喜先生はホッピングマット、少しマットよりも跳ねるような器具を使ってます。もう高い宙返りですね。そして最後は運転ですね。少し低いところから高いところに、握力や腕の力がつきます。水泳の池江璃花子選手も昔やってたことで、有名になりました。幸喜先生は速いですね、動きが。より速いスピード、ここから腹筋が入りましたね。運転を使って腹筋もできる幸喜先生。はい、ありがとうございました。ムキムキやと。はい、では続いて跳び箱の紹介です。跳び箱は両足ジャンプが大事なので、しっかり踏み切りをジャンプ、両足グーで踏み切ります。で、幼児クラスの時は少し小さい踏み切り板になっています。帰りはホッピングマットを使ってジャンプのコントロール、丸いところでグーパーをしたりとか、リズムよく高く飛ぶっていうことを意識しながら練習を行っています。先生頑張ってください。続いて開脚跳びになります。ゆき先生ちょっと入れてください。幸喜先生は男性なのでジャンプ力があるのでより高くなりました。高さがありますね。跳び箱なんですけども、木の跳び箱よりも少し、手をつく部分が柔らかくなっていて、子どもたちも思い切って、跳び箱を練習できる器具になっています。ゆき先生は次何でしょう。台上前転、前回りですね。跳び箱の上で前回りを行います。綺麗ですね。
ゆき先生、レベルアップしてください。さあ、こうき先生は続いて、坂道、ロイター板、踏切板のところに坂道を置きます。そして黄色いものを置いて、よりジャンプを高く飛ぶという意識をしながら台上前転を行います。高いですね。はい、より高く飛ぶという意識ができると、今度は、ヘッド、少し難しい技ですね。おでこをついてブリッジの形、ヘッドっていう技につながってきます。フォーク先生、はい、展開はいけますか？いきます。あ、お願いします。はい、先ほどより高くジャンプすると言いましたが、より高く体を持ち上げることで展開ですね。今度は手をついて倒立をします。はい、展開という技ができました。ありがとうございます。はい、子供たちに大人気のエアートランポリンです。空気でできたトランポリンになります。主にジャンプの連続を、身につけるような器具になっております。ゆき先生、これストレートジャンプですね。普通にまっすぐ、あ、タックルジャンプ、小さく体を畳みます。開脚ジャンプですねどんどんいなくなっちゃいましたね、ゆき先生が。はい、ありがとうございます。では、こうき先生は、あ、なんか出てきましたよ。長い棒、あれはプールで使うやつですね。ロング、体操クラブではロングカッキン棒って言ってます。ジャンプの高さを低く飛んだり高く飛んだり、いろんな飛び方ができます。はい、続いて、あ、くるくるロールですね。これ、米田体操クラブの会社で作ってます。くるくるロール、僕がやります。中村選手はくるくるロールで何を、おすごい勢い、おースーパーマンはい、コウキ先生に、連続技を見せてもらいます。お願いします。バク転の連続ですね。どうですか、コウキ先生、器具をエアートランポリンで練習はやりやすいですか？やりやすいです。すごいジャンプできるからね、楽しいです。はい、ありがとうございます、今日はエコタ教室を紹介するということで、ゆき先生、こうき先生に技を見せてもらいました。ありがとうございます。これから、教室をどういうふうにしていきたいですか？エコタ教室はアットホームな教室にしたいと思ってます。アットホームと言うと、先生ただいまって言って入ってきてくれるような教室にしたいですね。いいですね。はい、コウキ先生は？僕はですね、運動が苦手な子でも、うわ、今日体操の日だ、また頑張ろうと思えるような体操教室にしていけたらなと思ってます。はい、素晴らしいですねありがとうございます。はい、で、なんと今日お知らせがあるということで、はい、ゆき先生、コウキ先生の方から、はい、なんだ？7月24日の金曜日祝日スポーツの日に体験会を開催することになりました。お、米田先生が来ていただいて体験会を行っていただくということなので、詳しいことはコウキ先生から発表があります。詳しいことはもうこれ以上ありますか？発表、詳しいことは YouTube の方の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方をご確認していただいて、ぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。待ってます。はい、エコタ教室からでした。ドローン。